こんにちは、鶴岡ひとしです。今日のレシピ動画は、家で作るとなぜか美味しくできないパスタシリーズ第2弾ということで、カルボナーラにしました。カルボナーラは卵のとろっとしたクリーミーなソースが特徴なんですが、家で作るとこうボソボソザラザラの炒り卵みたいになってしまうんですよ、という失敗談をよく耳にしますよね。今日は家でも簡単にクリーミーなとろっとしたソースが楽しめるようにご紹介をしていきたいと思います。あとこれは前回のパスタシリーズ第1弾のペペロンチーノの時にもお伝えしたんですけれども、材料も調味料もとってもシンプルです。今回使う調味料は塩、ブラックペッパー、この2種類だけですね。で、旨味を足すために昆布茶を入れるよなんていう方もいらっしゃるんですけど、そんなことしなくても大丈夫です。本当にシンプルな調味料で美味しくできますので、ぜひ試していただきたいと思います。今回包丁を使う作業はベーコンを切るだけです。できれば厚切りのベーコンの方がおすすめです。ベーコンを拍子切りにしていきましょう。では材料を紹介していきます。パスタ1人前は 100g、 あと先ほど拍子切りにした厚切りのベーコン、牛乳は大さじ4杯 60cc、 粉チーズは大さじ2杯 30cc、 卵黄を2つ分、炒めるときに使うオリーブオイルが大さじ1杯と、ブラックペッパーはお好みの量を用意してください。パスタを茹でるときの塩分濃度は 1.4% です。今回お湯2リットルに対して 28g をしっかり測って入れました。それではパスタを茹でていきます。茹で時間は表示時間より30秒ぐらい短く設定して茹でてください。オリーブオイルの目安は大さじ1杯から1杯半ぐらいですかね。そこにベーコンを入れて弱火でしっかり炒めていきます。ベーコンはカリカリになるぐらいがいいですね。周りはカリカリ、中はちゃんと柔らかいぐらいがベストだと思います。ベーコンが焼けていい音がしてきました。これ周りがカリカリになるまでしっかり火を通してください。ベーコンだんだんいい感じにカリカリになってきました。もう一声ですね。でここまで来ると、ベーコンの油がかなり跳ねてコンロがだんだんと油まみれになるんですけど、まあ、そこは気にせずに後ほど掃除をしてもらえればと思います。このぐらいカリカリになればもうバッチリですね。そしたら火を止めて、お玉でパスタの茹で汁を1杯、だいたい 50cc から 60cc ぐらいになると思うんですけれども、フライパンに入れてください。見えますかね。これでベーコンから出た旨味がパスタの茹で汁の中に全部入るのと、あとは塩分がしっかりソースの中に加わりますので、一番最初の塩を測るっていう作業がすごく重要になってきます。あとはパスタが茹で上がるのを待って出来上がったソースと和えていくという作業が入ります。火を止めたまま卵黄以外の材料は全部フライパンに入れてしまいましょう。まずは牛乳が大さじ4杯 60cc ですね。粉チーズが大さじ2杯、ブラックペッパーはお好みの量を入れてください。今日は20カリカリぐらいしようと思います。
これ最後にも仕上げでカリカリかけますので、お好みの量を調節するようにしてください。で、一旦フライパンに火を入れながらゴムベラで粉チーズが溶けるようにしっかり混ぜていきます。ソースが温まって一回しっかり混ざったら火は止めておきます。茹で上がったのでパスタの硬さを見ます。うん、大丈夫そうですね。この後ソースと和えるときにもう少しフライパンで温めるので30秒ぐらい早めに揚げるようにしてあります。最後の仕上げに入っていきます。フライパンを弱火で温めながら麺を入れてよく混ぜてソースとパスタを絡めるようにしてください。火は必ず弱火でお願いします。これ強火にしてしまうと麺が全部ソースを吸ってしまうので弱火でお願いします。で、ある程度混ざったら火を止めてここで最後の卵黄2つをフライパンに入れます。これ必ず火を止めてからにしてください。で、あとはよく混ぜて火をつけた状態でやってしまうとザラザラの舌触りの悪いカルボナーラになってしまいます。これまだこのぐらいとろみとソースが残っている状態でお皿に盛るのがベストです。で、これをこれ以上しっかり混ぜて混ぜていってしまうとだんだんソースがすぐ固くなってくるんですよね。で、ボソボソザラザラにはならないと思うんですけど、見えますかね、ちょっと硬いかな。これだとお皿に盛った時にはだいぶ硬くなってると思います。皆さんはもう少し柔らかい状態でお皿に盛るようにしてください。では盛り付けていきます。今日は木のお皿を使いますが、陶器のお皿を使う時は少しお皿を温めておくといいかなと思います。お、やっぱりちょっと少し硬い感じですね。でも味はバッチリ美味しいと思います。で、盛り付けるときは少し高さを出すようにひねって盛ると、あ、崩れたはい。で、ソースももったいないのでしっかり全部お皿に盛るようにしてください。最後、仕上げの作業です。お皿に盛り付けた後に上から粉チーズを振るのと、あとはブラックペッパーですね、こちらをお好みの量振りかけてください。少し多めの方が見栄え的にも味的にも良くなると思います。完成です。いかがだったでしょうか。このカルボナーラの作り方だと失敗の原因になりやすい卵の黄身を一番最後に加えることになるので、ご家庭でもクリーミーでとろっとしたソースを楽しんでいただけると思います。で、卵はお皿に移してからも余熱でどんどん固くなっていきますので、できれば完成したらすぐに召し上がっていただきたいんですけれども、まあよくできたらね、写真を撮りたいとか、あとはご家庭の事情によってはすぐに食べれないよっていう場合もあるかと思いますので、お皿に盛ってから食べるまでの時間がどのぐらいなのかっていうのを考えながら、その場合は少し緩めにね作るとかっていうふうに工夫をしていただけたらと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。家で作るとなぜか美味しくできないパスタシリーズは、この後
ナポリタンも配信する予定でいます。もし興味がある方はチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。